You ain't had fun like this before. こんにちは、リゲットラジオでーす。高本です。あ、はい、忘れてた。本日はね、人神聖の資本論、斉藤浩平さんの著作に学んでいきたいと思っております、うん。この斉藤浩平さんのね、資本論めちゃくちゃ売れてるんですよ。知ってます？ここ最近のビジネス書の売上ランキングの方で結構上の方に来てて、うん、でタイトルからしてなんかよくわからないじゃないですか。もうさ、人神聖って呼ぶの、あれ。そうなんですよ、人神聖。読めなかった。読めないでしょ、うん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 。でこのタイトルだけだったらね、多分売れないと思うんですけど、この斉藤浩平さんっていう方自体がかなり、うん、あの有名な方みたい でこの本ね、過激です。こんな感じ。過激なんや。過激なんですよ、過激派。この書籍のタイトルことはね、経済成長は環境を破壊し限界を超えつつある。ここまでは普通なんですよ、うんうん、分かる。 SDGs っぽいんですけど、うん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 、経済成長をやめましょう、うん、脱成長を行うんだ、うん、マルクスの考え方をヒントにして脱成長コミュニズムを推進することで実現していこうというね、うん、そんな内容になっております、うん。なるほどね。いや、面白そうやな。うん、面白い内容ですよ、うん。見ていきましょう。まずね、人神聖ってなんだっていうことなんですけどね、うん、この地質時代上の区分なんですよ、うん。例えばね、ジュラ紀とか、ね、うん、白亜紀とか、うん、なんとか紀なんとか紀、シルル紀とかなんかいろいろあるんですけど、うん、そんな中に人神聖、あ、ごめん、うん、人神聖だ、人神聖が出てるの。そうなんですよ。でもね、この人神聖ってこの地質時代上の、うん、あの正式な年代として承認はされていないんだけれども、うん、いえ、人神聖、ああ確かにねっていうことでめちゃくちゃ大きな反響を呼んだと。なるほどな。いわゆるジュラ紀とかと同じような感じで捉える。そうなんですよ。なんで人神聖なんだっていうと、うん、人の活動がめちゃくちゃ地球の環境に影響を及ぼしまくってるよっていう、そういう意味なんですね。人間がなんか地面踏み散らかしてる時の感じを人神聖。複雑やのこれ。あ、まさにね、もう踏み散らかしてる感じですね。ほんまや。人神聖、そして資本論、全く相入れないようなジャンルのものなんですけど、うん、資本論って本なんですよね、うん。これマルクス・エンゲルスさん、うん、マルクスさんとエンゲルスさんの2人が著作で、資本主義社会は支配階級と労働者階級の対立をもとに最終的に階級のない自由な生産者としての共産主義社会を目指すんだ、うん。これ覚えてます？あの中学の時にやったけど、はい、資本論って出たらマルクスって書くっていうぐらいで、うんうんうん、はい、内容分かってない。多分多くの方読んでないと思うんですよ。私も読んでないんですよ、うん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 。ただ ここでポイントとして押さえておく必要があるのは、これが20世紀において例えばソ連とか、うん、あるいは中国とかという共産主義に非常に大きな影響を与えたっていうね、そこだけをポイントとしてまず押さえておけばいいのかな。思い出した、やったやった、うん、そんなんやったやった。なんか共産主義って怖いんやみたいな感じで勝手に捉えてた。そう、なんか怖いんじゃないかっていうね。ただね、この資本論、この資本論を書いた後に、うん、マルクスさんめちゃくちゃ研究をしまくって、随分この共産主義っていうところから離れてて、うん、でこの著作の中では、うん、その晩年のマルクスの思想について注目していこうよということに、ポイントがあるということでございます。うん、見ていきましょう。はい、全3日間でね、3回でお届けしていきたいと思います。1日目は経済成長と地球環境、うん、ということで、まあ、この1日目のところはね、まあ、だいぶ SDGs 絡みのところでもよく言われているような内容が出てきますので見ていきましょう。うん、地球環境の変化、世界の平均気温100年間で約 0.74 度、まあ、大体1度ぐらい上昇しましたよっていうね。暑なってる気はすんねんけど。暑なってる気します。もっと上がってんちゃうのって思うね。100年間で 0.74 なんやって。うん、なんか昔もっと涼しかった気がするはあるんですよ。ああ、本当ですか。でもそれぐらいなんて思うねんけど、多分その考え素人なんやろな。すごいんやろなこれ上がってるって。あ、多分この平均気温を、このドットがね、うん、平均気温なんですよ、うん、その年の。なのでこれ全世界のデータを取ってるはずなので、まあ局地的にいけば暑くなってるかもわかんないですよね。 それはあるかもしれないです。うんうんうん、でここではね、この曲線、あ、直線か、赤い線とかね、うんうん、紫の線とかあるんですけど、このちょうどねこの辺1960年代ぐらいから急激にガッと上がってることがポイントですよね。うん、これがねグレートアクセラレーションって呼ばれたりするんですけど、この50年でグンって来てるんや。50年でね一気に来てるんですよ。うんうんうん、このちょうど1960年代ぐらい、うん、あるいは1950年代、うん、まあこの辺ぐらいから一気に人間の活動が増えたっていうね、うん、ことですごく温度が上昇してる感じがするんですけど、なるほどな。これをですね、グレートアクセラレーションって読むんですって。
グレートアクセラレーション。グレートアクセラレーション。はい。そう。右のグラフ、これ世界の CO2 排出量なんですけれども、うん、これ見てみると一気にね、すげえな、すげえでしょ、これビヤーって CO2 排出量が上がっていってて、それまでじわじわでも上がっててんけど、急上がり方急っすね。急なんですよ、うん、CO2 がね。でそれだけじゃないんですよ、うん、こんな感じ。人口実質 GDP、うん、これまあちょっと切れてるんですけど、海外直接投資とかダムの建設とか、うん、あと水の利用とか、うん、あと面白いのがマクドナルドの店舗数なんていうグラフもあって、このグレートアクセラレーションって Google で調べてみるといっぱい出てくるんですよ、うん、こういうこのグラフが、うん、人口が増えるだけじゃなくて、はい、建設も増えるし電話の使用とかも増えるっていう感じね。そうなんですよ、自動車移動もそら増える、まあ、当たり前っちゃ当たり前やけど、はい、全部他のも比例してはこんな指数的な伸び方するんだね。そうなんですよね、人間の経済活動が一気に爆発的に増えたっていうね、そのことがのきっかけとなって CO2 の排出量がどん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 増えていったと、うん、いうことですね。で、まあ、ここまでは1950年代ぐらいから一気に指数関数的に、うん、のこのグラフは環境がね悪化していったということを、うん、見てきたんですけれども、うん、まあ、この図では先進国の所得 10% の層が地球全体の二酸化炭素の半分を排出していると。すげえな、 10% が半分、 10% が半分、これびっくりするような数字だと思いません？全世界的に人口が増えて、で経済活動もどん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 増えていってということで、うん、なんか世界全体が環境を悪化させてるっていうような印象だったんですけど、まあ、実は先進国の所得トップ10、ね、トップ10のが半分、そうかその二酸化炭素の半分排出している。二酸化炭素どういうことなの、個人でふわーってなんか息吐いてる感じじゃなくて、はい、扱ってる企業とか会社っていう感じかね。そうだと思います ね。これは経済成長の構造っていうスライドなんですけれども、経済成長は先進国の資本による利潤追求と安い価格で労働提供をする国とで構成をされていると、まあ、つまり一部の経済成長をどん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 推し進めていくような先進国とか企業とかが主に排出しているみたいな、そういうイメージで捉えていただくといいですね。で巨大資本を持つ先進国の企業がどんどんグローバル化することによって労働提供する国、まあ、安い東南アジアとかのそういった国での労働力をどんどん安く使用すると、うん、その結果として地球全体の環境が破壊されるっていうことが起こっています、うん、次のページ以降で上記の象徴的な事故を紹介。何、2019年に起きたブルマジーのビコーダムの決壊事故っていうね、うん、事故があったんですけど、これブラジルの総合資源企業バーレっていう大きな会社があって、でこの企業が所有しているダムが決壊で250人の方が犠牲になったと、うん、痛ましい事故です、うん、で専門家や労働者それから住民たちによって決壊の危険性がものすごく繰り返してね指摘されてきたんですけど、うん、コストカットを優先して放置、うん、数百万トンもの泥流が近くの集落を襲い犠牲者を多数、河川の汚染と生態系のダメージが深刻なものになった。あ、痛ましい。人もなくなるし生態系も変わるわね。変わる、ね、急にバーンってなダム決壊して水流れてきたりしたら、そうなんです、汚染もあるもんね。汚染もあるんですよこれね、多分ペアッと書いてるけど本当にねすごい事故だったんじゃないかなと思うんですね。いやーほら言うたやんのレベルちゃうもんね。だって結果の危険性繰り返し指摘してきてたもんね。そうなんですよ、コストカットを優先して。分かるな、コストカット優先して。あるわな、あるわな、あるけどあかんわな。しかもですよこれね、2019年の前にも2015年にも同じような事故が起きてるんですって。学んでないのか。学んでないですよ、そういうことがあってね、うん、もうひどい。そして事例に、これはね南米のチリ、輸出用のアボカドの栽培のために手を洗えない。手を洗えない。うん、ね、日本に入ってきてるアボカドは、うん、主にメキシコ産なんですけど、うん、アボカドを生産している国の中にトップ5の中にチリも入っていて、うん、アボカドを切ってめちゃくちゃ水を使うんですって。1日になんと66リッターも使うらしいですよ。めっちゃ飲むんや水。めっちゃ飲むんですよ。うーん、で
違法に地下水を汲み上げる農家も出てきて川が干上がってしまったって書いてるんですけど、これ背景にあるのが、チリって水が民営化されていて、うん、民間企業が水の権利を取得して利潤を追求していると、まあ、つまり農家さんってものすごく儲かっていたら、まあ、こんなことならないと思うんですけれども、うん、ちょっとまあしんどいなっていう農家さんの場合は、例えば水が必要だと、でもアボカドの生産止めることできない、うん、ということで、あの違法に水を地下水を汲み上げちゃって川が干上がっちゃった、うんうんうん、でさらにそこに干ばつが襲って、周辺住民は1日あたり50リッターが、なんかねトラックで支給されることになって、でこれがまた汚れてるんですって、はあ、汚染物質だらけで手洗いできへんかって、どうやって、ね、消毒とかしたらいいんでしょうね、身の回りの。いやまさにね、あのあんまりできてないみたいな現状があるという記事も、見たことがありますね。これちなみにね、日本人は1日あたり200リッターから300リッターぐらい水使ってるので、俺あれ関係してる水かな、俺これ見てびっくりしてんけど、はい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 、1人なんですね。俺使ってんねや、関係してるところで。割り算したらそういうことですよね。まあ多分ねそうだと思いますよ、うん、1人あたりね、感覚的には200もいってるかなっていう感じなんですけど、うん、お風呂洗い物とか、うんうん、飲んでる水分考えても200、300はいけへんけど、多分その僕らが恩恵を受けてるものとか割り算してたら多分そんな感じよね。多分そうだと思います。普段から使ってるものとかね。はい、はあ、それ、あどうぞどうぞ、うん、なんかね、世界中の国で僕らはこれ想像つけへんじゃないですか、チリの話とかさっきの話もしても、うん、そうですよね、あんねやろなって、そら日本かって昔こんなこといっぱいあってんやろなって、うん、分からんと埋めて、ね、隠したやつもいっぱいあるやろし、うん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 、そうなんですよね。な、利益を追求したらこういうこと起きるっていうのもなんか分かるな、はい、うん、納得はできへんけど、うんうんうん、納得はできへん、うん、まあこれがね本当に50リッターということなんで、我々日本人が生活してる、何不自由なく生活してるのの、まあ、約4分の1ぐらいとかねぐらいの水で生活してるっていうことを考えると、なんかちょっと痛ましいですね。ちなみにこれチリの首都サンチアゴの年間降水量、これ見てください、2017年から2019年までの間、約3分の1ぐらいにまで年間降水量が減っていると。これ本当深刻なんだろうと思いますよ。こんなことあるんやな、ね、あでもたまには来そうやけど、その2011年のやつでも多分しんどかったんでしょうね、2011年、ここ ね144.4 って書いてるのしんどかったのに対して、もっと低いですもんね、もっと低いですもんね、本当にここ60年ぐらいで、あの最も深刻な干ばつみたいですね。事例の3行ってみましょうか、はい、バングラデシュラナプラザの縫製工場の事故、うん、ファストファッションの原料となる服を縫製していた商業ビルラナプラザが崩壊。このラナプラザっていうビルの中にたくさんの工場が入ってたらしいです、うん、で労働者らが壁や柱にひびが入っているのを発見していて、でマネージャーに報告していて、この警察もこれ危ないからもう退去だということを出してたらしいんだけど、ビルのオーナーは問題ないとして主張して取り合わず崩壊事故が起きた。死者が1134人、負傷者が2500人以上の大惨事となったっていうことなんですね。経営者、経営者、もうね利潤の追求をしまくってっていうことの結果ですね。こんな例がねもうたくさんありますということでね、今3つだけで挙げてくれたけど、こんなんが多分万あるんでしょうね、世界中で。最近でもね、あの北朝鮮があの食事を始めたっていうニュースがね新聞に載ってました。何食事を始めた、食樹、うん、植える、木をねどんどん植えると。なぜ、うん、それはね、あの木を伐採しまくってたんですよね、うんうんうん、で2017年ぐらいから北朝鮮って、まあ、それもっと以前もなんですけど、すごい食糧危機が訪れてたっていうことだったんですけど、まあ、さらに食糧増産だっていうことで、どんどん開墾を推奨したんですよ。で農家さんたちはあの結構モチベーションに感じて、うん、っていうのはなぜかというと、新たに開墾した土地の作物なんかはもうどんどん自分たちで売ってもいいということを推奨し始めて、うん、でどんどんやり始めたんだけど、うん、もう開墾し尽くしちゃってるから全然できないと。でそこへ2020年に干ばつと、うん、であとはなんだっけ、また飢饉か、うん、でもう全然あのもうめっちゃもさっちもいかないような状況になって、でまあ、こらいかんということで、今年になって食事をどんどん進めるようにっていうことを号令を出したんですって。
北朝鮮ですらそんなことになってるっていうことなんですよ。それはまた食事を進めることでまた何か次の何かが起きるんでしょうね、はい、それで多分補えるんじゃなくて、うん、また次みんなが食事食事ってなることで、うんうんうん、違うことを見落としてそこで問題がまた発生しそうな気はするけどね。かもわからないですね。でもそうなってるんや、うんうん、あ、なるほど、そうなんですよ。これはでも本当象徴的ですよね、うん、北朝鮮ですらですよ、うん、北朝鮮ですらあの環境を破壊し尽くしまくった結果として、うん、まあ、ちょっとやばいことが起こりつつあるなっていうことを国を挙げてもうちょっと環境保護だっていう、ね、なるほどね、環境保護って思うなんですね、今度ね、うんうん、なるほどな。食事をしてね、そうだな、何か他のところに目がいかなくなって影響が出るとすればどんなことが起こるんでしょうね。なんか何か大事なことを忘れるっていうのが僕の感覚、うん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 、こっちに振ったから、はい、次こっちに振ろうとしたら、うんうん、なんかまた大事な何か忘れて、はいはいはい、持っていかへんとあかんもの、基礎の文化とか風習忘れてまうみたいなところが、まあ、よくある。だなんかそれがあるから多分伐採とかしまくったと思うんですよ、うんうんうん、絶対分かってたはずなんですよ、木々行ったらこうなるって、うん、絶対そんなんもうみんな自然で生きてたら分かってるって、はい、取り返しつけへんって分かってることを、うん、もう血まなこなってやっちゃう、はいはいはい、なんかその時大事なこと忘れてるって、もう一回木植えたかって多分戻ってくるのに何年かかかるじゃないですか。あ、そうなんですよ ね絶対翌年ビョーンってタケノコみたいに伸びてくれたらいいけど、多分そんなありえないんで、ありえないですね。またズレが出んねやろなっていうのが、うん、感覚だ。まあ僕言うてて自分で痛いけどね、心が、ね、痛いですよね。俺もあるな、そんなんて思い、いやーなんかねあのこういうニュースを見たら、うん、あのニュースというかね、まあ、事例とかを見るとこれ自分何ができるんだろうなって考えちゃいませんか、うん、考える、ちっぽけでも考えちまう、ね、うん、いやなんか今聞いてた話ね、はい、あのみんなが危険や言うてんのに、うんうんうん、そのままバングラディッシュの工場みたいに大丈夫、はい、大丈夫続けてバーンって崩壊して何人も死んでしまったとか、うん、あの目先の利益を追うためにたくさんの命を失ったというのは、はい、同じことはないけど経営者って言ったら近い感覚のことあるんですよ。おお、というのはあの商品作ってる時に社長ちょっとここが心配なんですって言ったけど、目先の納期とか、うんうん、お客さんのあのプレッシャーとか考えた時に、はい、あの出荷せなあかんからもうそのまま行こうって言って大問題起きたり、うん、やっぱりそんな僕ら大体みんな経験してるんですよ、決済する人って、でなんかそれのでかい版、うんうん、大小違えど俺もやんけって、うん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 、人の命奪ってないとか言うてるけど、もしかしたら、はい、関係ないところで誰かにごっつい迷惑かけてるかもしらんはやっぱり思 うん、 あり方というか、うん、美学的なところで言うと、はい、うん、なんかちょっとこう心が痛い、うん、事例、うん、あるあるっていう感じ、うん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 、でも人の命まで行ったらあかんないけど目こそ鼻くそやなって、うん、それちなみに具体的に聞いてもいいことなんですか、うん、あの商品に不良が出そうやのに、はいはい、あのそのままなんか確認取らずにもう仕方なく泣く泣く出荷したことが実はもう20年以上前の話、父親とやってる時とかにもそんなこと実際あったんですよ、はいはいはい、まあ、何もなかったんですよ幸い、うん、もう何かあったらどうしててんって、おで、あ、そうかそうか、もしそれで味しめて品質のこと気にせんでええわって思ってたら違うでかい問題起こしてたかもしれない、うん、だそこでまだ学べたからよかったけど、うんうんうん、先学べてない例1個あったじゃないですか、何年か前もそういう問題があったみたいな、うん、あ、そうそう、ブルマジーニョの、そう聞くとね、うん、なんか大小違いと同じことは世界でポコポコ起きてて、うんうん、先進国であろうが後進国であろうが起きてる中で、うんうんうん、あのどう学ぶかなはこれちょっと身につまされる思い、あ、うん、本当だ、うん、その思いがめちゃめちゃ大事ですね。でも、多くの企業の経営者さんがね、そんなところをちょっと振り返っていただいて、うん、いや何かしらどこかに何か影響を与えてるはずだっていう考えを持っていただくといいですね。繰り返し同じことをしてるんですよ絶対僕ら、何百年前からも同じ失敗を僕らは絶対してるんですけど、形がちょっと変わってるとか時代背景がちゃうから、うん、はい、違うだけやけど絶対ちょっと良くせなあかんって感覚があって、ゼロにすんのはもうそもそも諦めた方がいい、はいはいはい、できっこないって問題起きるとかやけど、うんうん、ちょっと良くせえへんと、うん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 、なんか生きてて虚しいかなはいつも、うんうんうん、僕の時代でゼロにはしない、はい、次の世代に渡していくみたいなことがないと、だから、うんうんうん、それも国のなんかそのなん
こう成熟していくとみんなちょっとカッコつけたくなるじゃないですか、はいはいはい、貧しかった国がお金持ちになるとちょっと襟首正すみたいな、うん、でまだ襟首正せてない国の人はやっぱ同じことすると思うんです、同じところを通ると思うんですよ ね、 なるほどね。だからやっぱり人間としての誇りとかが持てるように、うん、それは僕らは昔裸で、ね、槍持ってこう狩りしてたとか、はい、わら着て稲作してたとかの時代ともう絶対ちゃうんやから、うん、ある程度そのみんなと安定して生きようとか、あの保険掛け合って生きるにはある程度の誇りとか、はい、プライドとか、であとルールとかが必要やねんけど、うんうんうん、経営者がそれ阻害すると、うん、働いてはる人からしたらしんどいよなって、うん、いやそうですね、はい、本当にそうだな。今日の話で言うと、うん、あのまあ、会社の社長と従業員の関係が国と国の間で行われてるよなって、はい、儲かってる国と儲かってない国で言うとある程度奴隷っぽい扱い方に値段叩いて、うんうんうん、それは人間ってねちょっとずつ良くなれへんかなは改めて思いますね。そうですね、うん、おっしゃる通りだ、うん、この本の中ではねそれを具体的に行っていくっていうことが最後の本に出てくるんで、まあ、ちょっと学んでいきましょうか、うん、はい、では本日は以上です、はい、はいはい、ありがとうございます、ありがとうございました。